トラノモンヒルズは東京都港区トラノモンにあり、2014年6月11日に開業した超高層ビル及びその周辺に建設する4つのビルの総称で森ビル株式会社が開発、施設運営を行う。2013年3月、建設途中のトラノモンヒルズ森タワー、環状、第2号新橋、トラノモン地区、第2種市街地再開発事業3街区として、 東京都が施行、森ビル株式会社が特定建築者になって建設された。1946年に最初の整備計画が決定された東京都市計画道路幹線街路環状。第2号線は用地買収の難航で着工できていなかったが、1998年に道路を地下化することで地元の合意を取り付け着工に向けて動き出すことになった。 立体道路制度を活用して、都道の上にビルを建設する構想を2002年に東京都が発表し、森ビルが三角を決めたことから事業化が進むことになった。この森ビルの三角は、公共事業に民間が計画の作成段階から3、各する事業協力者方式の第1号となった。こうして、事業計画の策定から三角したことから、4棟の ビルを建設するとしていた東京都などによる初期の構想が当時の森ビル社長である森実が一棟への集約を主張したことで超構想ビルを一棟建設する計画となるなど森ビル側の意向が計画に強く反映される形となったこの事業計画の最初の目的で事業の中核の一つである環状第二号線の虎ノ門新橋間、 1> 約1 3 5トルは2014年3月29日に開通した。この区間は地下に片側2車線の本線、地上に片側1車線の車道と片側福音1 3ルの歩道、自転車道が整備されている。なお、地上街路の愛称は新虎通りと命名されている。この道路のため、当施設の敷地内には、 高さ約50メートルの換気塔が設置されることになった。虎ノ門ヒルズの中核となる森タワーはその区間の西端部分に建設され、1階を道路が貫通する構造になっている地上52階、地下5階建てで高さ247メートルの超高層ビルである。この高さ247メートルは事業者である東京都が資料で交渉している高さで、 多くの超高層ビルが高さとして採用しているアンテナなどを含めた最も高い部分では255.5メートルとなる。しかし公共事業では大幅な計画変更には審議会の承認などが必要となることからヘリポートの高さをビルの高さとすることで計画変更を回避したため高さ247メートルと交渉することになった。このため開業時点では 公式には、東京都内では、東京ミッドタウンタワーに次に2番目に高い建物とされているが、最高部の255.5メートルを基準とした場合には、東京都内で最も高い超高層ビルとなっていた。トラノモンヒルズの敷地は、第三者認証として、ジャヘプ認証制度における最高ランクを受けている。オーバル広場、ルーツ商業施設オフィスロビーステップガーデン中心となる。 超高層ビルは地上52階、地下5階建てで、芝生広場のある庭園やガーデンハウスを併設している。店舗は1階から4階部分とガーデンハウスにあり、4階と5階には、国際会議場、6階から35階には、事務所、37階から46階には、住居、47階から52階には、ホテルのアンダーズ東京という構成で開業した。 テナントの一覧、詳細情報は公式サイトを参照。2014年6月20日、オープニングセレモニーにて挨拶する国土交通副大臣、高木武虎の門、新橋エリアは、東ビルの他にも複数の開発計画があり、森ビルではこのエリアを、ともとと称している。今後、森タワーの北側にビジネスタワー、南側にレジデンシャルタワー、 桜田通り及び虎ノ門ヒルズ駅を挟んだ西側に、ステーションタワー、計3つのビルを建設中である。詳細は公式サイト、アクセスを参照。2014年10月14日に、投資設西側を通る東京メトロ日比谷線の、霞ヶ関駅神谷町駅間に、虎ノ門新駅を新設する計画が、東京メトロと都市再生機構から正式に発表された。 2018年12月5日、新駅の名称を虎ノ門ヒルズ駅とすることが東京メトロより発表され、2020年6月6日に開業した。虎ノ門ヒルズビジネスタワーの1階には約1000平米の規模を有するバスターミナルが併設されている。同バスターミナルは上日の日比谷線トラノモンヒルズ駅のほか、銀座線トラノモン駅とも地下通路で直結する。 計画となっている。東京 BRT が2020年10月1日からのバス高速輸送システムのプレ運行開始の段階より、中央区の晴海方面に向かう路線の運行を開始しており、2020年12月16日から、羽田空港便の空港リムジンバスも発着する。虎ラノ門ン2014年6月4日、ドービルのマスコットとして、ドラえもんの藤子、海。 富士オプロと共同制作したマスコットキャラクター、トラノモンを発表した。100年後からタイムマシンでやってきた猫型ビジネスロボットという設定で姿はドラえもんそっくりだが白黒のトラ島、また猫耳がある。入り口に近い吹き抜けに立体模型が設置されて来館者を出迎えるほか、施設内のモニターで流れるイメージビデオやポスターにも登場する。トヨタ自動車のリボンの ドライブフォー東京とトヨタウンのそれぞれの公式サイトに一時登場していた。森ビルは地上一般放送事業者として六本木ヒルズに続き、フルセグ及びワンセグ放送を実施している。地上一般放送局2局を設置している。ありがとうございます。